ハロー YouTube、今日はですね、見ての通りスペインのサンセバスチャン、ビーチに来ております。もうね、すごい、みんな誰もマスクしてません。しかもですね、超開放的、もうバカンス始まってんじゃないかなっていうような、感じの、もう本当ご機嫌な場所でございますが、このご機嫌な場所から全然それにそぐわない話題をお話したいと思います。今日はですね、まあなんか最近ですね、ネット上でも騒がれているインボイス制度についてですね、お話をしたいなというふうに思っておりまして、このインボイス制度というのは何かっていうと、まあ、消費税のですね、課税をですね、透明化する、そしてですね、電子請求書に対応すると、まあ、これまで紙の請求書を保管しなければいけなかったんですけれども、このインボイス制度の導入によってですね、電子請求書の保管だけで OK になるということで、ペーパーレスできると。これまでですね、そこで今すごく問題になっているのは何かというと、これ消費税というのはまずその、売上を立てる人が消費税を、まあ、10% だったら 10% を、まああのね、軽減税率だったら 8% になってて、ちょっとまたここはややこしいんですけど、これはでも政治的に決まっちゃったんでもしょうがないですけど、本当は 10% に、ね、一本化すべきだと僕は思ってるんですけれども、でこれをですね 10% 付加して、で売るんですけど、それを仕入れた人がその 10% 分を控除できる制度なんですね。つまり消費税の売り上げ、消費税を課税した売り上げがじゃあ200万円ありました。でも消費税を課税された仕入れが150万円ありました。そしたらその200万円から150万円を差っ引いて50万円しか、国庫に納付しなくていいというのが、まあ、あの消費税の制度なわけです。これだから消費税の二重支払いを防ぐためにそういった形になっているんですけれども、まあ、これをですね、非常にその明確化してですね、消費税を、取りやすいような形にしたのがこのインボイス制度なんですけれども、なんでこのインボイス制度、今ですね、特に野党からですね叩かれているかというとですね、免税事業者というですね、年間売上が1000万円に満たない業者というのは消費税を納めなくていいんですね。つまり例えば売上が1000万円分あって、本当は1100万円分請求をしてるんだけれども、1100万円分の請求をしてるにもかかわらず、その100万円分の税金を納めなくていいんです。もちろん仕入れがあったとして、仕入れと差っ引いて、じゃあ、20万円なり50万円なり納めなきゃいけない、税金、消費税があったとしても、免税事業者は益税としてそこを控除できる、払わなくてもよかったです、簡単に言うとね。だからこれが免税事業者っていうのが、これからそのインボイス制度が始まると、それが、まあ、もちろん継続はできるんだけれども、免税事業者のその控除、つまり先ほどのその、消費税ね、仕入れた分の売上控除できるっていうふうに言いましたけど、これは免税事業者から仕入れた場合控除できなくなる、という制度になるので、皆さん、適格請求書事業者、請求書をですね、適格なそのインボイスの請求書を出せる事業者になりなさいよ。そのためには課税事業者にならなければいけない。でこの制度ですね、令和5年、つまり来年ね、2023年の10月1日から始まるんですけれども、一応その免税事業者に配慮して、6年間猶予期間が設けられていてですね、最初の3年間は課税額の 80%、 そして、その後の3年間はですね、50% まで控除できるということになってるんですけれども、まあ、多くの大企業、ほとんど、まあ、多くの大企業とか、それなりの会社っていうのはみんな課税事業者であり、インボイスに登録する事業者になりますので、そうするとですね、免税事業者から仕入れるとその分が控除できなくなっちゃう。まあ、6年の猶予の間はですね、徐々に、そういうふうな不利益っていうのが、どんどん大きくなっていくわけですけれども、まあ、そうなっていくと最終的にその免税事業者、売上1000万円未満でそのインボイスの登録をしなかった業者に関して言うとですね、売上の 10% 分を上乗せしてですね、まあ、要は上乗せしてっていうか中に内包してですね、消費税の分まで、こっちがですね、支払うべき消費税の分まで、しか、まあ、つまりそこを控除して請求書出せよというようなことを、つまり1000万円分だったら、まあ、例えば900万円分の請求書しか出せないようにしてくださいとか、まあ、実質値引きをされるんじゃないかと
いうようなことがですね、今その免税事業者の中でささやかれていて、まあ、しかもまあそういうその零細とか個人事業主フリーランスの人たちが実質的な増税じゃないかというふうな形で今騒いでるというのが現状でございます。まあ、まあ僕からしてみればそもそも免税事業者でしかないような事業をしてるの事業じゃないよね。そんなのもうちょっとちゃんと頑張って1000万円以上の売上げ上げましょうよ、せっかくフリーランス個人事業主やってんだからというふうに思うし、これまで要は逆に言うと甘やかされてきたわけじゃないですか。本来みんな消費税って払わなきゃいけないのに、まあ、そこは得してきたわけだからそれも得するのがなくなりますよと。だってそれ税金というのは公平に払うものだから、今まで免税事業者であってたぬるま湯に使っていてそれは当たり前だ、それは既得権益化してるっていうだけの話で、それを当然の権利のようにですね言ってるの方が僕はおかしいと思います。でこうやって世の中の効率化を阻む、ね、これまでもですね、マイナンバー制度とかね、国民創生番号制度じゃないかとか、なんか国民を監視する制度なんじゃないかとか、ぐだ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 文句を言ってですね、そうやってその世の中の効率化であったりとか、税金をね、実質的にね、効率化して、みんなが平等に払うような制度になってるのにですね、それをですね、忌避して、来た人たちが今ガーガー騒いでるのを僕はすごい問題だなと思ってるので、僕はインボイス大賛成派でございます。ということでですね、全くこのねすごいご機嫌なビーチからお届けしておりますが、すごい生々しいえぐい話でございました。ということで、いってらっしゃい。堀江貴文のブログでは言えない話、毎週メールマガジン出しております。僕のですね、皆さんの質問に対する答え全部答えております。ルールさえ守っていただければ全部答えますので、メールマガジン入ってみてください。月額880円、だいたい1週間あたり220円で、1問あたり220円で、たったの220円で僕は必ず答えるということで、ぜひ、いってらっしゃい。雑談アプリでは月額1500円でビジネスパーソンの音声聞き放題、そして動画も見放題ということで、いっとるっしょ。